はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃佳です。こんばんは。ということで、本日は、47の素敵な日本酒の発売日です。ででーん、こちらです。そして発売記念特別ウィークは本日が最終日となります。私を西桃佳のショールームをご覧の皆様へ特別なプレゼント、限定ポストカード付きの書籍が購入できるのはこの配信までとなります。画面の右下にあるカートボタンを押してショップルームにて書籍を予約していただくと、特典として限定ポストカードを数量限定でプレゼント、さらにさらに抽選で私の直筆サイン入りのポストカードが当たっちゃいます。気になる絵柄はこちら。今日までしかゲットできない特別な特典です。みんな買ってくれましたか？ぜひお見逃しなく。はい、ありがとうございます。ということで本日発売日です。やったー、ついに本日が発売日となります。本体見れましたか？そう、大西もまだ中身見てないんで、どんな風な感じで完成したのかは分かんないんですけどね。私も早く見たい、ワクワクです。見てないのか。そう、今こちらの中身真っ白、これだけをいただいたので、そう、私もまだ中身はまだ真っさらない。そうだから、どんな感じになっているのか楽しみでございます。そうなんです。まさか自分の人生の中で本、写真集とかじゃなくて本を出すとは、うん、大西が書いた本ってことだよね。怖くない？すごくない？なんか本当変な感じだわ。文章苦手なのに出せたのがねって。そうなんだよね。音詞、文字っていうか、そう、文章を書くのが苦手なんですよ多分。そうなんだよね。だからこうやって配信とかで喋る方が大西は気が楽だったりするんですけど、そんな中でこんなにもね素敵なエッセイ本を書けたのが本当によかったと思って、2年2年の月日をかけ、うん、お、写真も素敵でしたって嬉しい。ノーゴーストライター、そうね、ゴーストライターさんがもしいらっしゃるのであれば、多分きっともっと本当は素敵に書いてくださるんだろうけど、ちょっとこのね S は大西の語彙力で頑張ってやったやつなので、んって思うところもあるかもしれませんが、もしかしたら。ぜひぜひ。2年ぐらいの連載だっけ。そうだね、47都道府県全部書くのに2年かかったね。1ヶ月に2本出してたので、あの月々のエッセイ、懐かしいエッセイに追われてた日々が。
そう、意外とね、大西エッセイ書くの一個一個時間かかっちゃうタイプの人間だったので、懐かしい。あの時はお仕事もちょっと忙しい時にやってたから、だから仕事の合間とかに、あ、ここ2時間空きある、じゃあカフェ行って書こうみたいな、ね、とりあえず家でお酒試飲できる時に試飲して、メモだけして、で他はどっかの休憩中とかに永遠にひたすら書くって、そう、難しい。うん、特に気に入ってるお酒ってあるのって、ほらエッセイ本中身見れたらちょっと紹介できるんだけど、でもね、大西そのね、もう最後らへんのやつ割と好きだったんだよな。宮崎と富山かな、もう最後らへんの2つはなんか大西すごく好みの日本酒ってなんかエッセイに書いたような気がする。うん、早く制作したの、ん、製本したの欲しいよね、いつもらえるかなね、私も欲しい。そう、本当に中身どんな感じになってるのか本当に分かんないから、そうなんだよな。あ、ひろゆきさんとの配信見て、ももちゃんの酔ったところが好きになりましたって、嬉しい、ありがとう。懐かしいね、あの時は日本酒飲んでないもんね、あのひろゆきさんとね、まほぴょんとかはるぴょんとか一緒にお酒飲んだ企画があったね。あの時は激濃いハイボールが来たの覚えてる、マジで海賊並みのなんか海賊が飲んでるんじゃないかぐらいの濃いハイボールが作られたのが、半分ぐらいウイスキー入れてた気がする、半分以上多分入ってたよあの時ウイスキー、マホピョンドバドバ入れるからくっ、の口の中と喉が焼けるかと思ったわあの時は懐かしい。ん、ね、まあ、ありがたいことにこうやってね、日本酒のエッセイも出させていただけて、お酒のイメージもねついたと思うので、私この間のベイ FM とかもね、お酒の話題ばっかりだったりしたから、うん、ね、大西がその日本酒のエッセイ書き始めた時も、その時はなんかアイドルと日本酒ってイメージないよねみたいな、そうだからね、それで日本酒のイベントとか出させてもらえたりしたから嬉しかったね。もう日本コラボして自分の瓶の日本酒がね、オリジナルの、オリジナルっていうか、そう、あれは嬉しいね。そう、あと普通に日本酒のイベントの時に自分の瓶、自分がラベルになってる瓶とかたくさん作ってもらえて、
嬉しい限りでございます。もうちょっとこの後今日久しぶりにレッスンがあって35分ぐらいになったら終わるわ。今からそう今日だいぶもしかしたら遅い時間になるかもしれない。もう私もそろそろ卒業なので卒業公演のレッスンが今日から。やばい、もう西年明けて2024年からで初めて今日レッスン場行くんじゃないかな。そうだよね、多分レッスン場行ってないよね、大西。今年初レッスン場でちょっとね今緊張してるんだ。レッスン場で踊るのもちょっと久しぶりすぎてちょっと緊張してるんだ。あ、靴取りに行ったのってあれいつだっけ。あ、あれはあれだ、いや、うん、今年初じゃないわ。レッスン場にレッスンしに行くのが今年初っていうあれだね。レッスン場のあれは行った、なんだっけあれで、なんだったかな、あのあれだよ、オンラインお話し会かなんかで行ったの私。そうだそうだそうだよ、レッスン場にレッスンしに行くのは今年が初でございます。踊れるかな怖いよな、大西絶対さ当日までに肩痛めると思うんだよななんか分かってる、ずっと絶対肩痛めるんだろうな当日って思うもん。いつもそう、コンサートの前とかも絶対そうなの、大西右肩絶対痛めるの分かってるそう、なんなら舞台の時さ、この間までやってた舞台の時に途中で痛めて筋を、そっからこうなるべく動かさないようにしてて、今でもたまに痛いってなるからもう絶対当日痛いんだろうなって思う。そうなんだよ、もうすぐ右肩痛めちゃうんだよ。そう、巻き型すぎて、そうな、そう巻き型の使命、すぐ肩痛める、公園まで怪我せずってね、なるべくなるべくなるべくちょっと練習も緩やかに肩まだちょっと痛いからゆっくりやるわ。ずっとさ、ずっと今右耳が耳鳴りしてる。耳鳴りって何なんだろうね。耳鳴りって何で起きるんだろう。突然なるよね、突然なるよね。
お、明日から暖かくなるらしいですね。お、本当？それはとっても嬉しい。自律神経や血の巡りが悪い時とかちょっと今大西自律神経いいいいはず何？こんばんは。 AKB48 人数減っていますね。いつまでいますか？大西あと何日？あと1週間ぐらいあと1週間ちょいだけ AKB にいます。来週やめます。来週です。イエーイスイエーイ。やめます。面白い。ありがとうございました。AKB からいなくなるなんて想像できません。本当？嬉しいね。大西の怒ったところ見たことないって。もういっぱい怒ってるよね、ショールームで。もうショールームではいっぱい怒ってるよね、今まで。もう7年ぐらいやってきて。いっぱい怒ってるよ、大西なんか。もうピリピリとか隠さないから、大西。イライラしてるのもピリピリしてるのもあんま隠したことないから、そうだよ。そして今でも根に持ってるんだから。顔がアンパンマンって言われたりとか私一生言うんだから。言った人覚えてる？私一生忘れないんだからねそうだよ。もんちゃんなんか顔太った？ダイエットのなんか URL とか送られてきたの一生忘れないんだから、 DM とかで そうだよ。お店もいっぱい怒るよそうだよ、人間なもの、怒る時もありますよ、もちろん。うん、まあむずいよね。でもそんなさ、普段からさガチ切れすることなんて多分ないじゃん、日常送ってて。うん、ねえ、うん、ねえね、実はチーム L でトップ3に好きなメンバーでしたって。嬉しい、ありがとう。大西は相当沸点高いと思って。それはいいこと？低いってあれだもんね。いいこと？高い、温厚なイメージあるけどな。と、本当？嬉しい。うん。まあ、そうだね。
難しいよね、沸点って。なんだろうね難しくない？アンパンマンって言われたら怒るでしょ、だって絶対怒んない？わかんないけど、まあでも大西は自分の中で溜め込むっていうことをしないから、うん、いやちょっと、あちょっと嫌かもしれないねみたいなコメントとかをさうん、難しいよね、それちょっと嫌じゃないっていうコメントを見ないと、その来ないから、難しい。寝込まないのが一番よねって、うん、コメントとか来たらそれを読んでああっていう大西はうん、お、そろそろ私じゃあ準備しなきゃいけないか、むしろ拾っていくじゃない、そうだね、はっってなっちゃう今の見た、みんな見て見て、ね、今のコメント見た、ブスって書いてた、うわーってなるいやでもこれはみんながいるからこう楽しめるだけで、そうだよ、こんなところじゃない、誰もいないところでブスって言われたらそれは私もう悲しむけど、ショールームだからこそはーってなるところはちょっとあったりするよね。まあ良くないんだろうけど、またそんなコメント拾ってって毎回ファンの方に言われるけどそうね、最近はあんまりそういうコメントないね。来ないかな終わるまでに来ないかな、なんかあれ待たなくていい？あ、そう、催促するなって、はい、じゃあランキングの方の1位の方から呼んでいきたいと思います、いきますよ1位ヨちゃんとユモモチ大好きだよさ、ありがとうございます、イエイ。そして2位がユイピー、ありがとうございます、イエイ。そして3位が RTO アットマック大西郡マリアさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が MM ルールズアットマーク岐阜ナルト人生に乾杯さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がまゆかちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がゆみちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がレイカちゃん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がつばささん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。そしてタワー、これ 2個ぐらいもしかして来てる、ありがとう。あ、1位と2位の方、ありがとう、呼んでいきます。じゃあまず1位のよっちゃんとゆう、ももち、あ、違う名前だった、よっちゃんとゆう、47の素敵な日本酒発売おめでとうさん、よっちゃんとゆうさん、よっちゃんとゆうさん、よっちゃんとゆうさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、発売記念タワーありがとうございます、イエイ、ありがとう。そして2位のゆいぴー、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 タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ゆいぴータワーありがとう、本当にありがとうね、皆さんも本当にありがとうございました。
ということで、じゃあそろそろ準備してレッスンの方向かう準備をしたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の西桃香でした。今日も見てくださった皆さんも本当にありがとうございました。では、バイバイ、ありがとうございました。あ、待って、アップね。47の素敵な日本史発売記念特別ウィーク、本日で全て終了です。皆さん本当にありがとうございました。本屋さんにも並んでいると思います。ぜひ見つけたら購入してくださいね以上ありがとうございました。バイバーイ。